日本の民話、秋田。蜂と蟻の魚分配。蜂と蟻が旅に出た。すると、蟻がニシンを見つけたので、早速食べようとすると、蜂は、いやいや、ニシンは蜂。ということがある。だから、そのニシンはわしのものだ。と言って、取って食べてしまった。アリは残念に思ったが、仕方がないので、そのまま旅を続けた。そのうちに、今度は蜂が鯛を拾った。これを見たアリは早速、ありがたいと言うからな、と言って、蜂の拾った鯛を取って、ごちそうになった。